月になってしまった。ナンバンスポールプレゼンツゴルフ系クリエイターナンバーワン決定戦。はい、ということで皆さんこんにちは、ゴルフ7チャンネル高澤奈々江です。今回はゴルフクリエイターのトーナメントに7チャンネルも参加させてもらっています。いやー本当にありがたいですね。そしてなぜか私はシードという枠で3回戦目からの出場になっております。今日は3回戦ということで、なんとあの方と対戦をしております。ということでお呼びしましょう、どうぞ。はい、皆さんこんにちは、並木です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。並木ちゃんです。はい、はい、前半は実は今4ホール終わりまして、うん、並木ゴルフの方で配信させてもらっています、はい、そして今5ホール目にやってきました。はい、熱海ゴルフクラブの南コースを回っております。ここまでの成績なんですけど、はい、2アップですね、はい、私が今2アップでリードしている状態です。はい、だけどここからどうなるかはちょっと分かりません。いや、そんなことないです。もう4ホール中の2アップですよね、うん、はい、でも実質勝ったの3つじゃないですか。だからね、いや皆さんから見てもそりゃそうだ。いや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 まあでもちょっとね、頑張っていきたいと思いますので、うん、はい、はい、続きをぜひ楽しんでください。お願いします。ということで行ってみましょう。あの旗方向ですかね、うん、ね、左は行きたくない、うん、左は行きたくないね、うん、ナイスショー。大丈夫かな。いや大丈夫。おーナイス。お、なんかちょびっと跳ねましたよね。いいカート道かな、ね、カート道かなんか分かんないですけど、ね、どっか跳ねた気がする。でも前に行ったから距離稼いでる。ありがとうございます。うわ右行った。耐えて耐えて耐えて、やばい、出てくる出てくる出てくる。あ、大丈夫大丈夫かな今キックしてね、出ましたよね。カート道の方にあるような。じゃあ行こう。お願いします。いいよ。いや残ってればいいけどねえねえ、結構あれなんだ、右も行き過ぎるとちょっと危ないんですね。そうですね、木が ね出すだけになっちゃうから。いやでも並木ちゃんがすごい安定してるから。私安定じゃないですよ全然。本当になんかショットが綺麗な軌道でずっと、はい、ありがとうございます。褒められた、嬉しいあったあった、同じところに。嘘、どこどこ。100ヤードのところに2つありました。あ、よかった、2人とも出てる、よかったまた100ちょいだなんかさっきから同じ距離残るでもいいじゃんありがたいやっぱ9でいいんかな。さっきもちょうど100ちょい で、まあ、奥怖いからで9で打ったんですけど、あそこだったんで9にしようかな。風も吹いてるしね。うわー超えてよ、やばい、超えて。おーナイス、危ない、すごい、怖っナイスです、ありがとうございます。怖かった、ちょっと引っ掛けたんですけど。いや、あでも距離はバッチリで、危ない、ちょっと焦るとこあった。ふぅ、私は残り98ヤードだったんでピッチングでいきます。あ、右過ぎた、耐えて。あ、しかも短い。全然でも大丈夫です、いいとこいまいち。今何番で打ったんですか今ピッチング。あ、ピッチング、飛距離のあの番っていうか全然違う私とあ、でも私メンズクラブ使ってて。あ、そうなんですか。それもあるかも。なんかメンズクラブに変えてから全部10ヤードやっぱ伸びたんですか。変わって、へえ。でも単純に多分ロフトが立ってるっていうだけだと思うんですけど。いやいや、でもよく取れますね。なんかやっぱ全然違いますか、レディースとクラブと。あ、でも重い、やっぱめっちゃ重いですか。そう、重いからキャディーバッグがめちゃくちゃ重いへー、でもそれはフィッティングとかしてなんかそのメンズの方が合ってるよって言われたんですか。あ、そう、やっぱなんかちょっと軽いと手打ちになっちゃったりしてて、なんか自分は重い方がいいのかなと思って。そっか、それ人それぞれですね、きっと。うん、ゴー、止まっちゃった、あちょっと止まっちゃった、もう少しもうちょっと行ってほしかった。乗ったはいいもの、結構距離あるし、うん、でもナイスオン。いやいやいや、むずい。
七井さん読みバッチリですもんね。いやいやいや、さっきから私もちょっとしっかり読もう、うん、でもあれなんですよ、わからないときは距離感合わせで行くんです。まっすぐ目でね、読みすぎず行ってみよう、うん、距離感距離感弱い、ゴーゴー弱い、ゴーゴー、おーでもナイスナイス、いいところに弱い、いいところに、これなんか全然曲がらなさそうに見えるんだけど、なんか私も今結構見ちゃったんですけど、あんまだったかもしれないです、ね、確かにこれはどうなんでしょう。とりあえずショートしてるから届かせないと。でも七井さんも一緒だ、ライン合わせるタイプですね。あ、そう、私もなんか合わせても打てない時があるけど、でもね、合わせた方がなんか ね、ちょっと自信が持てる、自信が持てるあ、打っちゃった、ストップストップストップ、やばいやばい打っちゃいました。あ、ってことは切れました、七井さんとこ、ちょっと、うん、おー、ナイス、ありがとうございます、すごい、やったー、わ、やっぱり快進撃が、もう泣きそう、快進撃が来ております。ナイスね、ありがとうございます。と、ナナイさんが、はい、私がボギーで、ナナイちゃんがパーですということで、取られました。はい、ナナイさんがワンナップ、今ワンナップに下がりました。やっぱりナナイちゃん、ここからエンジンがかかった、かかってきました。いや、わかんない。いやいや、やばい。やばいぞ。頑張ろう。でも頑張ります。でもよかったです。尺的にちゃんと終わらなくてよかった。よかったよ。では続いて、ロングホールになります。南6番、436ヤードのパー5です。ちょっと私が、押せ押せで押されてきちゃってるので、いやいやいや、ちょっと頑張んないとそんなことないです最初だけかよっていや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 足結構もう今いいキリキリしてきましたもん最初なんか全然、お、いつも通りにプレーしようぐらいに思ってたのにうわー、ほんとだ、ここすごい、でも広いから、そっか、ドライバーはなんかそんな、そうですね、気にしなくても良さそう。打ち上げだと思ってあんまり顔上げないようにね、気をつけろ自分、いつも通りだ、おい、よし、じゃあ旗の方を狙います。はい、ナイスショー、ちょっと旗より全然左行っちゃったけど、でも多分ベスポジ、危なかった、いいところ、ナイスです。なんか今フィニッシュ変でしたねなんかね、かっこよかったおまじないをかけた感じね、なんかもう全然これは大丈夫、低空飛行で行っちゃいましたさすが飛距離出てます当たりが悪い、隙がないから、いやいや、私今ボロボロいやいやいや、多分七井さん的には多分自分の中であんま良くないんでしょうけど、うん、こう、こっちもこう、なんて言うんだろうな、うん、そう、こっちからしたら隙がないから、全然全然、どのショットも気が抜けないです、いやいやいやでもやっぱ並木ちゃんは撮影たくさんしてるから、うん、全然緊張してるとかはもう全く見えない。撮影には緊張してないかもね。あ、でも今日やっぱ対決で、うん、はい、どっちが勝つかみたいな、ね、確かにとことにやってるから、そこに対してはやっぱちょっと緊張はありますね。そこだ、私多分ね、距離そんなに待ってない、あ、った、いやいやいや、全然ありました。ほら、もうミスがミスじゃないから、いや、理想、よかったまっすぐ行けばいい気がするんだけど、いやー、お見事、やめてやめて、止まれ止まれ、危ない、本当にショットが乱れてきちゃったまだ200全然、ね、以上あるから、はい、もう届かないので、5番ウッドでちょうどこのまっすぐ一つだけなんか黄緑ぐらいのボコッとした木、わかりますあの方向を狙うから安全に、めっちゃ抜かれたよし、
ナイスショー。ちょっと右目危ないかな。いや多分大丈夫、これ大丈夫大丈夫大丈夫だと思う。全然大丈夫だと思う。ちょっとコースがナイスショー、めっちゃ飛んでる。よかった、やばい、やられてきた。いや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 、今のちょっとでも私のウッドはダメ、ダメすぎました。でもこっち行きまして左行っちゃったけど、ここが傾斜だから、傾斜だから落ちてきてそうな、はい、落ちてきてると思いますね。え、真ん中に落ちてきてた。え、めっちゃいいとこすごい傾斜様々な。あ、めっちゃいいとこ。だって私がないかも。あ、あるあるある、あのラフに。あ、ほんと、よくも、ちょっと前の、早、見つけたあのバンカーが効いてるからね、ここ。ちょっと真ん中のバンカーなくしてほしい。ここやっぱ難しいな、ここは。でもさっきから届いてないんだよな。でも奥も危ないし、うん、ね、なんかありますね奥ね。ピッチングでしっかりと振りたいと思います。ナイショ、いい当たり。いや、いいとこ。だんだんちょっと元気がいい。あー、ちょっと待ってくれよ。あー、あー、え、早い、転がりました。え、ちょっとグリーンどう、ね、今うまく打てたから満足。そうです、ナイショットです、ね、え、これグリーンこうなってるんですかね。かもしれない。あんな転がりますか、ね、待っても、さあでも私今 ドローだからさ、余計に回転がかかっちゃったかも。そういうことですか、うん、え、なんか不安になってきたな、グリーンの時。私これもうどうしよう。絶対コースマネジメント的にあっちから打った方がプレッシャーないんですけど、まあ私ここなんで、どうしよう。右のグリーンに乗せるぐらい、いやー、83だから W で、これ傾斜がちょっとあるから、左足下がりだから、普通に83でちょっと一回ピン方向狙ってみようかな。あ、いいのいいの、それでいいの、それでいいの、左に落ちる方がいいの。あ、でもナイス、オッケー、いいところ。すごい男前。オッケーいいんだいいんだ、これで。そんな、こっから寄るわけない、私が。あそこでいいの。めっちゃ言い聞かせてる。あ、怖かった。いいところにアプローチ対決に。本当だ、アプローチ対決になってしまった。ただ私のライは結構難しいです。すごい下ってます。うまい。あー、ダメだ、右行っちゃった。うん、惜しい。ちょっと変なとこで止まっちゃった。七重さんが下って、私もやっぱちょっとこうなってる気がする。スライスラインな気がするから、ちょっとピンより左目で、私はこっちはこう登ってるんですけど、こういう感じ、うんうん、傾斜伝わるかな。うまい、ストップ、止まれ。あ、いやいや、でもナイス、ナイスです。ちょっと近い、私もお腹が鳴ってきた。グーグー言ってる。来い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 。うわー、ナイスです。嬉しい、入った。プレッシャーやー、私。おー、ナイスいやー、すごい。え、ここどうなりました？イーブンかな。イーブンか。はい、はい、いやー、でも、いやいや、難しいパットをお互い頑張って入れました。頑張った。もう神経スレスレ。パーで分けるっていうのはなかなか見応えがある。なんかかっこいいね。かっこいい。ちゃんと七重姉さんについていきます。七重姉さんについていこう。並木ちゃんはゴルフ以外の趣味とかってあったりするんですか？は、音楽ですね。音楽？何歌うの？私聞くの両方やってて。え、そう。え、バンドって、うん、あれ、何を担当してたの？ボーカルやったり、キーボードもやってました。はい、そうなんだ。逆にゴルフ以外あります？七井さんは趣味。私、あ、今はね、ダンスをダンスにハマってて。どういうダンスなんですか？ダンスはね、K-POP。 え、K-POP 誰ですか？ K-POP 誰誰？あ、結構いろんな人の曲をやってて。それこそ20とかもどうですか？あ、そう、20もやってるし、トワイスとか。なんかそのやっとるじゃないですか。いやいやいや、私もわかるよ。じゃあもう罰ゲームじゃなくて、ちょっとブレイクタイムで今ちょっと、はい、2人で踊っちゃう。何を踊るの？待ってるしね、今ね、ちょうど前詰まって。あ、そーぼ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 ー
これ足が分かんない私。タンタンだけ。タン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 。ダンス講座になる。タン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 。タンタン。ちょっとジャンプしてもらう。こっちで回す。後ろして。あそう。タン。あそぼか。あそぼ。みんな、ね、違いますよね。そうそう、みんな違う。そうぽ。私逆だわ。逆だ。あ、反転して、あ、反転しちゃってる私。ごめんなさい、なんかすごいバラバラになっちゃった。